はい、じゃあ今日はね、勝手にノースフェイスゴアテックスレビューをねやろうかな。俺はね、水泳界でも自他ともに認めるノースフェイスコレクター、ノースフェイスラバーと勝手に思ってるんだけど、てかまあノースフェイス好きだよね。タフやし、俺みたいにこうチャリ通する人とかにはすごいいいと思うし、まあまあパタゴニアがノースフェイスやったらやっぱりこうヒップホップとかソリッドな感じがする。俺はノースフェイスの方が好き。でやっぱこうメイン商品のこうね、マウンテンパーカーやったり、俺はヌプシとかああいうなんていうバルトロみたいなあんまこう好きじゃないんだけど、もうマウンテンジャケットを集め続けても早10年以上にはなると思うわ。でね、その俺前からさ、ちょっとこうどんなもんか自分ではあんま試してないんやけど、まあ、それをねちょっとねやろうと思う。で、ゴアテックス製品、そして年代別に買ったものを今から、これをに水ぶっかけてどんくらい弾くのかっていうのはちょっとこう気になるよね。でね、みんな知らんと思うけど、ほんとねゴールドウィン素材って入れたら、そのノースフェイス社っていうのはゴールドウィンが開発してる、携わってる、そのゴールドウィン製品に入れてる素材、マテリアルね、アパレルマテリアルっていうかな、それ全部載ってるんよ。で俺これ結構面白くて、実は結構前から見ててさ、面白いんだと思う。いろんなものに興味持つじゃないけど、今日はね、ゴアテックスにちょっと、特化したもの。やっぱゴアテックスっては、通気性も良くて、軽くて、肌触りも良くて、で、まあ水弾くんよ。でもね、俺が思うにね、ゴアテックスさ、ちょっとやっぱこう、レベルもいっぱいあるし、毎年、ゴアテックスの新しい素材が出てるんよ。びっくりするよ。パッと見さ、このホームページある中でも、ゴアテックス、初期のゴアテックス、ゴアテックス、何近いだな、これ。あ、読めん。ゴアテックスプロ。四角いスクエアマークがついたゴアテックス、ゴアテックスパリテードシェル、ゴアテックスアクティブプラス、ゴアアクティブプラス、ゴアグリップ、ゴアプレミアム、ゴアウィンドストッパー、うん、こんだけある。さあどうでも、まずこれが多分いっちゃん古い。これは俺の嫁さんが多分もうほんと15年もののヴィンテージだと思う。言ったらゴアテックスなんやけど、ゴアテックス違う、まあ、サミットシリーズでも結構昔の、あ、これプロシェルやね。ゴアテックスプロシェルあるかね。ない。ゴアテックスプロと見ようか。ゴアテックス、マブレームのファブリックスの中で最も高い、水透性を保ち防水性、防風性に優れてるモデル。また素材の耐久性も高いため、冬用の発射のような過酷な環境の下で使用し、ウェアの群れを素早く発射しながら快適な衣服環境を保ちます。15年もの、行こうか。もう単純に水かける。はっ、見た、はじくわ、すごいね、見たやれ、今はじくね。はい、えっていうか、なんか俺すごいぶっちゃけ、なんかゴアテックスってちょっとこう、てかまあこれさ、
サミットシリーズってかっこいいよね。なんか昔のちょっと90年代、まあ2000年代って感じで、ちょっと待ってびっくり、うそやろ、バッチリ水を弾く、まあいいや、オッケー。でこっからは結構新しいもんやな、なるけど、多分これかな。これはね5年前くらい、もう俺がアメリカに行ってて、高知学にさ、日本って多分ゴーテックスで結構流行ってると思って買ってきたやつ。で今これ2色、俺 3つ買った、黒黒緑で、これゴアテックス。でもゴアテックスのなんやな、ゴアテックスなんとかちょっと知りたいよね。もうノーマルゴアテックスの可能性がある。カイトラン、これは福岡の、路面店で買ったな、いまだに、俺覚えてるわ。はい、レッツゴー。普通のゴアテックスやったらね、ウェア内を濡れから守り快適な状態。帽子ってでもさ、結局頭くらいしかないし、まあ俺そのなんかフードみたいなかぶったらあんまり意味ないけど、これも俺たまに使ってます。いくよ、はじくね、いい、いい。これもさっき言ってもう5年以上前と思う。でもこうなんていうの、やった後、まあもちろんこの刺繍のとこはちょっと染みるし、まあ裏には染めたよね。っていうか、じゃあこう考えたら雨くらいやっぱゴアテックスすごいね。でゴアテックス持ちがいいよね。裏もさやっぱこういう感じで、いい。これもタグ結構もうほら、なんていうの、靴でいう、こう色変わるみたいなのになってる。だから俺結構これ被ってるもんね。もんないな。はい、次。次はね、古いのは多分、これかな。なんかの時に、多分冬の寒い時に手袋がないわと思って買って、でしかもその当時こう携帯を一緒に触れるみたいなやつがなくて、俺これすぐ食らいついたの。 ATIP、 じゃあ ETIP ってあるのかな、 ABCDE 探してみようか。 ABCDE、 これはちょっと関係ないかな。 ABCDER, U, G, E, X, ないね。あ、ゴアテックスグローブとかもあるね。よう見たら。ほんとね、このマテリアルってのもすごいね。いろんなのがあるちこと。あ、ゴアテックス、うわ、すごっ。パフォーマンスコンフォートフットウェア。あ、靴系にもあるわけや。シューズ。シューズのじゃあゴアテックスとキャップのゴアテックスとジャケットのゴアテックスと違うってことだね。あ、さっきのじゃないけど、サミットシリーズじゃないよ、ブミットって書いてあるのも違うね。フライトシリーズっていうか、サミットシリーズってどういう意味なのね。俺もよくわからん。アパレルはこっちか。もう一回ちょっと見てみようか。気になるのはね、やっぱ全部調べたいよね、調べたいよね。PQRS もうそろそろ来るか。ないよ、ない。 RSSS 来い来い来い、ない。ないね。もう古い素材なんかもしれない。もうそのサミットシリーズっていうかね。でもなんか、うん、あれなんかかっこいい。俺は未だにちょっとかっこいいなと思って。どういうことだ。はい、これ多分ね、どうやろう、4年前かな。行こう。でこれも結構使ったっていうかね、今、まあ、これ後からその
もう一個グローブを出すんやけど、これね、これがもう本当 つい最近。さあ、レッツゴー。いくよ。これはね、ゴアウィンドストッパー。まあ多分風はほんと確かに通し、バリバリ弾くね。バリバリ。で、このね、ここはな、このでも布のとこも弾くわ。手の。へぇー。あ、でもこれはさすがに染みてきたね。ということは、その、マウンテンジャケットでもジャケットのこの中までしっかり入れとけってことだね。でもこの、ここは弾くし、その、携帯も、触れる、動く、うん、多分本当にこれ、うん、あ、でもそうそう、なんかこの3本指だけやった気がするわ、うん、っていうもうこうその携帯をそのタッチパネルのこう触れるやつの結構先駆けなんやろうけど、あ、思ったら UR パワード、これが携帯触れるっていうマークかな。はい。でもね、ゴアウィンドストッパーズ。バッチリ。すごいわ。はい。次はね、俺がすごいヘビーロテしてる、マウンテンライトジャケット。これね、もう通勤はいつもこれ。てかもう、これもね、もうマウンテンジャケット俺もいっぱい持っててね、これの一個、そのバージョンがいいやつ。まあ、90年代を本当に再現した、マウンテンジャケット、ナイリナイリーを持ってるけど、それはごめん、使ってない。それはめっちゃ、なんか中もこう作って、多分本当に昔のやつを復刻したと思うね。で、これはもう結構最新バージョンで、ね、マウンテンライトジャケット。これあまりね、ゴツゴツしてるのいいんやけど、うん、使いにくい。で、これはすごい、毎日、ほぼ毎日俺自転車乗ってるし、これ、うん、使ってる。で、好きなポイントは、この、なんていうの、ボタンのところも黒やし、あとこのポケットが斜めやし、あと上の方にあるって結構ね、いいよね。もう、毎日使ってるし、もう毎日、その、雨もあるし、ちょっと俺、あんまり効いてないんじゃないかなと思う。でも今までのね、感じからしたらね、全部弾くけどね。はい、これは、素材がこれやね。ゴアテックスの四角。これあったな。ゴアテックスの四角。何やったかな。多分そこそこ新しい。まあ、3年前。これいつ買ったんかな。佐藤さんがまだ、福岡にいた時に買ったね。これやね。ゴアテックスの中の多分4番目くらいかな。古さで言ったら。いや、新しい。普通のゴアテックスが1万円としたら、2、3、4、4代目。ゴアテックスファブリックで設計されたガーメントは、防水耐水性、防風性、水臭性というものは兼ね備えています。耐久性が高く、防風から体を守る。漢字が難しい。読めん。防難とか性と快適性を保持します。二層構造、三層構造のものがあります。なんか二層になってるかもしれないけど、確かに中がね、こうメッシュとかなってて、ほんと動きやすい。これで別に懸垂とかできるし、まあ、あと首のとこかっこいいよね。いろいろこう、返りされて。はい、行こう。さあ、これは俺ね、ほんとね、俺の知ってる人で毎日俺着てるけどね。さあ、ゴアテックスのその、四角マーク。うわ、バッチシ弾くね。ほらほらほら。もうツルンツルン。どこやっても、ああ、ちょっと俺にかかったわ。でも真ん中の方はちょっとあんま弾いてない気がするな。この辺とかね、首元。ちょっと、その、弱なってるんかもしれん。いい。ていうか、そう考えたらこれもうほんと10年使えるね。これ多分まだ3歳くらいやもんね。くせえな。なれたらそのキャップの上にこの寒いけどさ、今こうやってフードも使えるしさ。うっせえな。全部もうバリバリやん。はい。
最後、一番最新なのが、これはね、2019、東京。これはね、1.4、新日本プロレスの興行の東京ドーム大会、レッスルキングダム見たときに、時間があったけん、原宿、あれ原宿かいね。原宿のノースフェイスアルタに行ったときに、まあ、たまたまもう出世した佐藤さんがいたで、もうせっかくやなんか買おうと思って買ったやつ、これもバリバリ最新で、ノースフェイスのもちろんこのマークもその刺繍じゃないしで、おそらく最新の素材であるゴアテックスインフィニアン、はい、なんやろゴアテックスインフィニアン、ない、ゴアテックスアクティブ、ゴアテックスアクティブ、グリップ、プレザーニアム、ストッパー、ないやん。ないやん。これ俺調べたい。ないやん。ないやん、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 ないやん。あれ、さっき今、UV ケア、UR。でも UR パワー、これ多分ね、これもう携帯されるよね。これはもう全部かな。あ、ETIP でまだ書いてる。これほら、ここはちょっとほら、もっとこう、まあ触れる。まあグリップがなんかいいよね。俺これもうほんと毎日チャリで、使っとる。あ、これ、ゴアテックスグローブス。違うね、ゴアテックスファブリックス。ゴアテックスインナンとかってないよ。ない、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 ない。逆に調べてみようか。ちょっと打ってみよう、Google でね。はい。ゴアテックス。インフィ。に、うん、さあ出てきた一番上、ゴアテックスインフィニアプロダクトシリーズ、ゴアテックスブランド、防水性よりも快適性とパフォーマンスを優先する。ノースフェイスのページに飛んで、ゴアテックスのページに飛んでるね。パフォーマンスを上げたい。どんな風からも体を守る、軽量ジャケット。つけてること忘れることフィットした暖かいグローブ、超薄のインサレーションで保温性優れたブーツやシューズ、ハードなハイキングから日常的なサイクリングまで、ね、防水性よりも快適性のパフォーマンスを優先するからな、このシリーズ。はぁ、あ、これゴアテックスのホームページにいっぱい書いてるよ。従来のゴアテックスプロダクトシリーズが誇る防水プロテクション機能は世界の方から何十年にわたって信頼されていました。新しく登場したゴアテックスインフィニアムプロダクトシリーズはよりドライな気象状況で優れた快適性と防水性を作る、提供します。はぁ、あ、あでも黒マークのゴアテックスとこのインフィニアムでも非防水性やね。てか本当にこう軽さとかをちょっとその追求してるんかもしれんね。あ、防水性よりもパフォーマンスって書いてるわ。でもこのマーク、この黒ゴアテックスのマークは確かにこうついてた、うん、これに。だけど確かにマウントジャケットとかにはいいんかもしれんね。なぜ2つのシリーズ、あ、今もこう二つを売ってるの。超タフなやつと超こう多分都会的なやつ。まあ薄いやつ。まああるかな、今。違い。黒の場合は最高クラスの防水プロテクション。ジャケットシューズグローブ。内側がも、多分通気性が良いと。すべての製品は高い保温性を保つ。汗を外に排出する。はい、このゴアインフィニティ
ゴアが土を使って専門性ワンランク上の快適性を実現。新しいプロダクト、新しい素材なんだね、最近開発したね。よりドライなシーンに適しています。確かにあんまり山でね、もうごっついでも重いもんね。ほんとあの晴れた空の山登りや風の中のサイクリングなど様々なアクティビティに活躍する。風や寒さに対して快適性と防護性を提供する新しいプロダクト。なぜ2つのシリーズがあるかというと、まあ、さっき言った通りだよね。技術によって違う。おもろ。おもろ、おもろ、おもろ。はい、これも結構ね、この辺がもう、でもそうや、おもろやね。あれ？わからん。これはね、ちょっとその、4歳くらいなんですかな。確かに熱い。で、これ確かにね、軽い。言うちゃ悪いけど。薄い。けど、なんか前これ使ってさ、これ結局、ちょっとしかその携帯されるとこはなくて、あんま反応しにくいんよね。こっちのはもう断然反応する。まだ1歳。よし。で、これね、もうほんと俺いいと思う。ていうか2種類あったよね。もうこの動画を公開するまでちょっとわからんわね。はい。じゃあ、もしかしたら防水性が完璧じゃないかもしれんけど。1歳、おら。うらうらうら。そういうことよね。はい。じゃあ、これは多分ね、黒と、ウィンドストッパー。ゴア、ウィンドストッパーと、ゴア、インフィニアムを一緒にやってみようか。ウィンドストッパー、インフィニティ、ウィンドストッパー、インフィニティ、ウィンドストッパー、インフィニティ、ウィン、イン、ウィン、イン、ウィン、一緒やけど、これやっぱなんかこう、弾き方出たら、もう4歳の、この、多分、これ多分黒やったと思うわ。こっちの方が、確かに弾いてる。こっちの方が、弾くんやけど、その、こうやって、なんていうの、擦ると染み込んでるわ。ということは、こう、用途によってかもしれない。超雨。超雪とかやったらやっぱこの黒のゴアテックスのそのマークついてるやつはいいかもしれんし、これはもう絶対白やね。あの新しいインフィニアムってやつです。逆に今からこれでマウンテンジャケット、これでヌプシとかそのどんどん今開発してるんやけど、まあ2種類あるってのもすごいよね。ちょっと知らんかったし、ちょっと俺びっくり。結局じゃあゴアテックス、まあ新しい素材は年を取らんちことが言えるよね。これも多分もうプレミアムもののスペース、うん、なんかどうなんかな素材、うん、カイトンかね。今ねアパレルも実は俺ノースペースで今日やってるんやけど、これは多分ね本当にこう通気性がいい。もうあの運動の時とかほらウェイトの時とかにこう汗がかいてももう本当サラッとしてるようなやつ。これなんかさ、これもウェイト使ってないけど、これ今年の夏大活躍。その水めっちゃ弾くよ見て。俺やっぱノースフェイスすごい。見てよこれ今弾くから、ほらもうおしっこしてもさ、すごくない？でもこれはやっぱそのなんていうの、だんだん染みていくの色が。でもねこれめっはい。じゃあね、さっきさ、まあ、動画を編集して気づいてたけど、ノースフェイスの動画も途中で切れとるね。ちょうど多分メモリがなくなって、うん、切れてる。しかも俺は自分のパンツにさ水をかけて、もうそのこんなんこれめっちゃいいやんとか言ってる、もう
半端なところで消えてるけどね。ちょっとこれは問題映像やね、うん、でね、もうほんとね、何を喋ったかも覚えてないんやけど、ノースフェイスやっぱいいよ。てかまあゴールドウィンはやっぱ素晴らしいよ。いろんな素材をこう季節ごとに使ってニーズに俺は対応してるんじゃないかなと。もうねやめられんね、ほんとね。ネバーストップエクスプローリングやけど、俺は探検をやめない。うん、ノースフェイスコレクティングをやめやのねって話をなんかねうまいこと言って締めた気がするんやけど、もう何を言ったかとか何を喋ったかってねあんまり覚えてない。これでちょっと気持ちよく終われるわ。今度ねノースフェイスで俺どんなもん欲しいかって言ったら、あんまないんやけど、ちょっとなんていうの、この耳ついてるやつ買ってみよっかな。で前の似合わんしね俺ね、とかね。なんかノースフェイスのなんかジャケットちょっとこう俺も試合も出るし、なんかジャージっぽいのを少し買いたいなとちょっと、うん、思ってるね。肌触りがいいやつ、なんかでも今試合ってさ最近もう服すぐ服脱がないけんし、なかなかそれを着てこうアピールする場ってないんやけど、まあでも、うん、俺はやっぱノースフェイス好きやし、なんかこの肩にノースフェイスが入ったのになんか時計の刺繍でも入れてかっこいいやんね。かっこいいよね、分かれよ ねえねえね集めとなる理由もね。はい、以上、ノースフェイスレビュー、ゴアテックスレビュー動画でした。